どうもー、今回はこの BGM の大切さがわかるクソゲー RPG っていうゲームを俺と一緒にやっていこうよー。 BGM ないとかないよな、まさか。 BGM の大切さ、それとも、いや、今この場面で流す BGM じゃねえだろーみたいな、そういう展開が来るのかな。何これ、キーボード使えなくてごめんね。名前を入力してください。ああ、なるほどね。本当の名前はリード、リードっていう名前なんだろうな。ね、リードしてくれるんでしょうね、この人ね。すべての女性こういう人がいいんですか。私はこの8兆分の1ぐらいです。え、次に画面の前のあなたの名前をご入力じゃなくてご入力していただいてもよろしいでしょうか、ペロ。ん？今の何？今の何？え、語尾何それ。あのリードってやつが俺に話しかけてんのかな、プレイヤー。うーん、こっちはキーボードかい、どういうことだ。それではズッキーニ大佐で行かせていただきます。あ、あなたの決め台詞的な何かもお願いします。めちゃくちゃ聞いてくるな。インタビューされてんのか俺。やっちゃいなよ、そんな魔王な。途中で切んな。最後まで言ってたとしてもそんな決まってないと思うけどさ、最後まで言わせろせめて。あ、ちゃんと書いてたわ。やっちゃいなよ、そんな魔王なんか。A ちゃん？やっちゃいにさ、ルッド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 ルッ、これが俺の決め台詞ですよ。ザボンさん、ドドリアさん、何かを青ざめてるんですか、こっち来なさい。これですよ皆さん、なんか俺の決め台詞の部分なんか色おかしくない、俺の決め台詞の色おかしくないかい、これ何、これ呪われた俺。 BGM、 それはゲームの演出面において非常に重要な役割を果たす要素である。なかなかわかってるやん。そんな大事な代物を、あろうことが、作者、かっこバカ自身が、しっちゃかめっちゃかにしてしまったとしたら。確かに。ああ、まあ。皆さん、まあ変だなとは思うでしょうね。でも俺はね、これもまだありなんじゃないかなと。我ながらね。まだ許せるわ。もうこういう雰囲気でもいいと思う。王様。おぉ、よくぞ来てくれた。ズよ。ズ、ああ、そういえば、この子の名前ズだったわ。超適当。ふふふ。一文字の上にズって。どうもズです。どうかされましたか。おうよ、ちゃんと主人公っぽくなってる、勇者って感じするな、しっかり。なんかムカつくな、この斜め45度、この斜め45度、なんか鼻ちっちゃくないかい。大豆ぐらいの大きさぐらいしかないんだけど鼻が。実はな、どうした？じじい。めちゃくちゃふてふてしい顔してるけど、弱くない？なんか椅子でか！バスの中？なんか、あと二人ぐらい座れそうだけど、頑張ればあと五人ぐらい座れそうなバス。わしの大事な一人娘が、魔王に連れ去られてしまったんじゃ！ BGM 切れた。うん、で、復活した。なんですって？そんなまさか、姫君が？姫君。猫身を襲われて、この城の防備は完璧なはずなのに。ちゃんと、あれ、やってる？
なんだっけあれ、アルソックだっけ。ねえ、吉田沙織とか完備してますか。なんか、双子ごめんね、椅子に目取られて君たち突っ込むとこ忘れてたわ。双子ですか。もう、ウリ二つ。一卵性ソーセージ、ソーセージから生まれてきましたみたいな感じですね。